おはようございます。魚住理恵の会社を伝えるテレビ。この番組では各界で活躍する会社の企業人を迎えして、スタイルをキーワードにお届けしてまいります。富谷さん、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。今回は地球にありがとうを伝える企業、東京都江戸川区東葛西にある三洋商事株式会社からお届けします。今日はですね、いちご農家さんがいらっしゃるんです。甘酸っぱくて美味しいいちご、楽しみです、はい、ただその社長がですね、実は経営塾を主催していて、人育てもですね、なんか得意としてるらしいんですよ。いちごだけじゃなくて人も育ててるんですね。そうなんですね。どういうふうにやったでしょうかね、はい、切り込んでいきましょう。切り込んでいきましょう、はい、では今週のゲストをお迎えする前に、まずはこちらをご覧ください。株式会社酪農ファーム竹下、いちご、あまおうの産直農家だ。デパート、スーパーといった大量流通の仕組みでは対応できない個別対応を求める消費者ニーズを満たす。いちごの生花だけでなく、ジェラート、ジャム、フリーズドライ、フローズンなど多くの商品を展開しながら、お菓子やゼリーの開発も進めている。積極的なコミュニケーション力を武器に、全国に支援者を持つ一方で、自らの経験をもとにした経営塾を通じて、多くの経営者に勇気を与えている。本日は株式会社酪農ファーム竹下代表取締役、竹下博次さんにお越しいただいています。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。まあ、酪農ファームというところで大体想像ついてくるんですけど、どういった事業を行っておられるんでしょうか。はい、楽しい農業をしたいと思って、はい、まあ、いちごの農園ですね、いちごを実際に作ってます、はい、そして全国のお客様に直接届けるっていう事業をやってます。いちごが美味しそうな、こんな立派ないちごね、見たことないですね。なんかいちご農家だけではなくて、他の事業もやられている。伝達力の竹下道場っていうのをオンライン上に立ち上げて、経営塾みたいなことをやってます、オンライン上で日曜日の朝5時55分からやってます。そんな早い時間から皆さん勉強されるんですね。まあ、本当に求めてる方が来るように、あえてその時間に設定してます。なんと今日はですね、塾生の方からお声をいただいておりまして、はい、ぜひ皆さんにもそのメッセージをご覧いただきたいと思います。この読書会の特徴は、参加者が運営メンバーに変われることです。問題は成長のためのギフト。竹下さんのメッセージを一人でも多くの人に伝えたい、そんな思いで助け合い、分かち合い、そんな中で運営をしています。当初は自分のことしか考えていなかった僕が、今ではその60分間の中で、初めて参加された方が何を求めてらっしゃり、どのように関わらせていただくとその方の望みが実現するのか、そこにコミットして自分自身を磨く場として参加させていただいてます。塾生の山根さんと丸山さんにお話を伺ったんですけれども、先生いかがですか。先生って言っちゃったんですけど塾長ですねもう日曜日の朝5時55分から来るってことは、女性はもう4時起きの方もいるかもしれない。その方に1時間答えると思ったら、こっちももう覚悟ですよね。もう全力で振り切ります。だからそんな60分です。これまで試行錯誤を繰り返しながら、着実に売り上げを伸ばしてきた酪農ファーム竹下。現在では業界平均7倍以上の年商1億円に届くところまで来ているという。目標達成の技術、売上をアップしてきた秘訣は何なのだろうか。いちごを売ろうとしてた時は全くダメでした。そうなんですか、はい、いちごを売ろうと思うとダメで、変えたんですか。変えました。皆さんが何に困ってるのかなって、そしたら経営塾の内容だったんですよ。皆さんは話す力を身につけたいし、自分の夫婦関係や親子関係や上司部下の関係を何とか改善したい、そう願ってらっしゃる、はい、そこにいちごを売り込んだって必要ないですよね。だからかけ離れてますよね、はい、自分が学んできたことを皆さんが困っているビジネスの現場に当てはめていくことによって、みんなが良くなった。すると人間どんな行動するかというと、竹下さんありがとうっていう、その行動がいちごの購入、購買じゃなく支援活動になったんですよ。そういうこと。支援活動なんですね、はい、うん。
それでは会社がお客様に伝えていることについてフリップにお書きいただいています。はい、お願いします。これです。はい、できない理由がやる理由。これはどういった意味なんでしょうか。はい、私自身ができないできないってずっと言ってたんですね。ネガシタ君って言われてました。ネガティブなネガシタ君。そうだから、もういつもできないって、なんか自分の過去の経験から、農家じゃこれは無理です、あれも無理です、自分で販売なんか無理です、そんな研修なんかは無理ですってずっと言ってました。でも同じように言ってる10年前の自分がいっぱいいるんですよね、周りに。でも自分がこれを突破するとその方々救うことができるんですよ。うん、その情報は開示しちゃうんですか。全部開示してます。だってこう自身で苦労されてできないことをできるようにしてきた、その苦労を見せちゃうっていうか、そういう、そう、それを見せないっていうふうに思ってた30代はうまくいきませんでした。全てさらけ出した時に、みんなもそれを、私から学んだことを、私の経験の上積みした情報をまた返してくれるんですよ。でまたそこに私上書きしてまた返すんですよ。この上書き上書きの状態に変革改善があって、そこに奇跡への道が開いたんですよね。そっか。じゃあ竹下さんが熟成に伝えていることについてもお書きいただいています。はい、はい、これなんです。はい、徹底的に利他に振り切れ、そこに自己成長促進がある。具体的にはどういったことなんでしょうか。自分のことばっかり考えて、無料のセミナーとか人から搾取する、盗み取るっていう考えの時って全くうまくいかなかったんですよ、30代でも。人のために振り切った時に自分の盲点が見える、それが結果的に自分の自己成長促進した。だからみんな利他に振り切れって、人のことを、その他人へ、社会へ、社会貢献、きれい事を言って、そこに精いっぱい振り切るんだ、結果的に自己成長が促進するっていうのを伝えています。エネルギーというか、はい、努力されて竹下さんに感銘を受けた熟成の方からね、素晴らしいお手紙をいただいたんですよね。で私のもとにございますので、はい、ちょっと皆さんにねご紹介をしたいと思います。平子さん、一番変わったなと私が思う部分は、人生を 200% 本気で生きる覚悟ができたことです。本当に竹下さんの生き方といつも伝えてくださるメッセージのおかげです。本当に本当にありがとうございます。です。夫婦で参加してくださるんですけど、変わりましたもんね。さて、ここまでお話を伺ってまいりましたが、さらに深掘りしたいキーワードございますか。はい、囲い込みから分かち合いへ。囲い込みから分かち合いへ、このキーワードについて谷本さんによる考察を聞いてみましょう。フォーブスジャパンウェブ編集長谷本優香が深掘りキーワードをもとに会社とその業界を解説する。こんにちは、フォーブスジャパンの谷本優香です。今回の深掘りキーワードは、囲い込みから分かち合いへです。ここ数年ビジネスの世界でしきりに叫ばれてきたオープンイノベーションという言葉、自社だけの力ではなく、他社や大学、そして地方自治体やスタートアップ、さらには社会起業家など異業種や異分野が持つ技術やアイデアを組み合わせて革新的なビジネスモデルを打ち出すやり方です。これは農業、食品産業でも同じことが言えます。国外に目を向けてみますと、フランスやオランダでこの食品、農業分野でのオープンイノベーションが進んでおります通り、日本においてもこの分野が成熟産業になるために変革を起こせる起爆剤として、このオープンイノベーションが大変注目を浴びています。共通する目的や課題に対して、いかに価値の競争が生まれる仕組みを作っていくのか、そのために参画する人たちがさまざまな知見や経験を生かし、多角的なアイデアを持ち出しながら推進していく必要があります。具体的には、農業や食品分野の人だけではなくて、金融や消費者などさまざまな分野の人たちが集まり、情報交流を行い、さらには資金を有効的に活用しながら、このオープンに地の集積と共に作り上げる競争の場を展開していく。
これが日本のこの農業食品産業という領域を拡大させていく大きなきっかけになるのではないでしょうか。谷本さん、ありがとうございました。これまでですね、お話しいただいたことの原点となった座右の書を教えてください。はい、座右の書というか自分が学んできたことをこの一冊の本にまとめました。私自身としてはこれあらゆる業界の人間に先ほど言ったできない理由こそやる理由だというのを伝えるためにもう何でもかんでも無理です無理ですって言ったお前はまた寝がしたくになってるなって言われた私がそこをやる理由に変えてやってきたことによって本当に年商が1500万2000万足らずだったもう赤字だらけだった農家が1億に到達しようとしています。いや突破します。今10億かけてます。この本の書いたことによって私自身が覚悟が定まりました。あらゆる業界のこれからチャレンジしたい変わりたい変わりたいけどどうやって変わったらいいか分かんないそういう方々に読んでもらいたい一冊です。人は変われると。ただし簡単には変わらない。人は簡単には変わりません。でも変わる技術がこの世に存在します。その技術をこれからも伝えていきたいと思ってこの本をまとめました。とっても心に染み入るお話を聞けましたが、はい、田宮さんいかがでしたか。人の生き方っていうものをねちょっと考えましたね、うん、自分もねちょっとね改めようと思いました。竹下さんの素敵な魂のこもったお話が聞ける YouTube チャンネルをやられていらっしゃるということで、タイトルは何でしょう。チャンネル、はい、逆境を好機に変えるいちご農家っていう方タイトルでやってます。ぜひYouTube を見ていただいてメッセージを、ね、受け取って明日を生きる糧に常に改善の過程をさらけ出していくところに勇気が湧いてくるって思って発信しています。はい、本日のゲストは株式会社酪農ファーム竹下代表取締役竹下博次さんでした。素敵なお話ありがとうございました。ありがとうございました。我々二人でお届けする踊る千葉テレアグラ、毎回踊りをテーマに大盛り上がり、楽しい動画で千葉の魅力をご紹介。踊る千葉テレアグラは土曜夜9時30分から放送です。ぜひご覧ください。田宮さんはホワイトデーはどう過ごされるんですか。はい、1月に一応2月14日に家内から義理チョコもらったので、義理チョコなの、まあもう結婚して長いですからねもう義理チョコみたいなもんですよ。安いチョコレート、安いチョコレートね、でも14日のホワイトデーを忘れると大変なことになりますので、もらったチョコレートの何倍もの金額をかけてですね、なんか高いお菓子を買って家に持って帰りたいと思いますね。うちはですね、まあ、夫がダイエット中というのもあって今年はあげてないんですね。だから当然お返しもないと思うんですけどね。いやあるかもしれないですよ。いやもうちょっと今日は期待しようかな、はい、なんかお花の一本でもあると嬉しいですね。 そうあるかもしれないですね、はい、女性はお花もらうと嬉しいんで、はい、じゃあ僕もお花にしようかな。あ、いいと思いますよ、はい、すごく、ここで番組より書籍のご紹介です。書籍、なぜ消防士は不動産投資に向いているのか。こちらの本には多くの人の命や社会を守る消防士が自分自身の将来を守るために金融リテラシーを持ち不動産投資を実践するためのノウハウが書かれています。それではまた次回。